まずちょっと振り返ってみますと、バリューチェーンっていうのをご説明しました。何度も見る図ですけども、バリューチェーン、価値連鎖ですね。どのような業務を行っていくことで、お客様に手元に商品やサービスが届いていって、それが価値となっていくかということです。この価値連鎖の中で私たちは業務を行っています。この企業活動とデジタルツールっていうことで言うと、企業活動の中で、マーケティング機能の強化があったり、社員の能力向上があったり、新規事業開発の手段であったり、活動の効率化であったり、活動の省力化であったり、いろんなところでデジタルツールというものが使われています。例えば、マーケティング機能の強化というところを取り出しますと、自社の情報に触れてもらうマーケティングですから、市場とどう接点を持つかということが重要になりますので、自社サイトの検索順位を上げるにはどうしたらいいだろう。ここにデジタルツールを使ったり、自社サイトのターゲットへのリーチですね。ターゲットとしているところへ、より効率的にリーチしたい、届けたい、つながりたいということなので、じゃあそこにどうやったらアプローチできるのかということをデジタルツールを使ってやっていくと。また、最近でよく使われるソーシャルメディアですね。SNS、ソーシャルメディアのマーケティングということで、自社サイトや EC サイトへの誘導、できるだけこっちに来てほしいという我々の狙っているお客様にアプローチしていくにはどうするのか。そして SNS での情報拡散ですね。そして SNS でのプッシュ通知。できるだけ顧客とつながりたい。顧客じゃない人を逆に言うと顧客じゃない人とはつながりたくないというのがありますけれども、そういう顧客潜在層、顕在層も含めてそちらにプッシュをしていく。こちらから情報を提供していくということにデジタルツールを使ったりします。また、一般的な消費者とのコミュニケーションということで、どういうことを求めていますかとか、アンケートを取ったり、どういうことに関心がありますかっていう情報を取ったりということがあります。また、顧客関係管理ということで、お客様との顧客満足度の向上による囲い込みということで、販売履歴を活用したりして、あなただけの情報というのを提供したり、こういう商品をお求めになった方、あるいはこういう地域にお住まいの方、あるいはこういう年齢層の方向けの情報を流すことで、マーケティング機能が強化されるということもあります。購入履歴分析から提供する情報の管理を行うということで、先ほど申しましたように、これまで買ってきた商品の流れからすると、こういうものもお好みではないですかっていうのを我々もよく目にすると思いますけど、そういうこともマーケティング機能の中の一つの活動として行われています。また別の活動としては、今度はお客様との接点では見えてこないところですけども、社員の能力向上というのも重要な活動です。私たちが持っている資源の中、企業の中の資源の一つとして人というのは非常に重要な経営資源ですから、その経営資源を能力アップするということは、これからの企業活動にとって重要なわけです。ある例ですけども、2つの事例で、例えば、1つは e-learning によるスキルアップ。資源としての能力向上があったり、多能効果、いろんなことができるようになるということも、私たちの資源としての活用については重要です。こういうこともできるし、ああいうこともできるし、これもできるというふうに、あることがだけができるということになると、その業務の多さによって加減ができないわけですけども、いろんなことができると再配置ができるということになります。また、ノウハウの蓄積共有ということで、ノウハウコンテンツの自主制作、こういうことがノウハウとしてありますよということで、蓄積するビデオであったり、ドキュメントであったりということに残していくということと、効率的な業務の引き継ぎ、新しい人がやっても同じようにできるようにということで、そのためにはどのように手順を簡素化していくか、具体的に残していくかということもデジタルツールでも使われていきます。また違う業務としては、新規事業開発の手段としてということで、ビッグデータから探る。これは第3編で出てきますけども、トレンド分析であったり、人流データの解析であったり、あるいは市場の売上データの解析であったり、
過去の自社製品の売上データの解析であったりします。こうしたビッグデータを使って、どのようなトレンドがあるか、どのような兆しがあるかということを分析をしていきます。